い、クジラクジラ。なんだね。伊勢谷友介いんじゃん。いるね。タイまで捕まったね。残念だね。ずっとマークされてたのかな。家宅捜索されるくらいだからね。その逮捕で明るみになったことがあるのよ。何？家族のことなんだけど、伊勢谷友介が生まれたのはなんと父親が60歳の時なんだよ。え、還暦ベイビーなの？還暦ベイビーっていうの？ん？言ってみただけ。なんでも父親はあまり人に褒められた人生を送ってこなかったって雑誌のインタビューでも答えていたよ。そうなんだね。しかも結婚と離婚を何回繰り返したと思う？出題するくらいだからな。4回。違うよ、6回だよ。6回はすごいな。だから伊勢谷友介は結婚しないんだって。そうなんだ。うち伊勢谷友介と結婚してもいいけどね、 DV しなけりゃ。